果ての村の奥の奥地、ここら辺さ、祠ありそうだよな。楓半島、ひとすぎ連峰、滝だ、滝が流れてるや。あ、コロちゃんいそうだな。寄ってみるか。このゴツゴツした岩石地帯いそう。臭そう、コロちゃん臭そう。いるんじゃない？いやー、いる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 。こっから、ダイブ、うまい。よーし。お、サヤエンド。うわ、見つかった。コログの実4つ目。またねー。一袋浴びてしまった。うわ、白いボコちゃんがいるや。あの人勝ちつ…ん？え？なんか羊が飼われているんだが、羊をものすごく可愛がってそうなんだが、待てよ。人知れぬところに着陸しておいて、矢倉はいいんすけど、祠があったりしねえか。そうね、あ、営われてんな、生活が。の、え、なんだろうここ、なんだろうここ、カニはたくさん、ん、これもしかして、そんなことはないか。えい、カニはたくさんいるけど、お地蔵さんじゃん。カニ、うわ、ヤシの実ある、ある。待てよ、落ち着け、落ち着けってばよ。わかるってばよ、あるってばよ。あ、あるある、よし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 。手に持って、もうね、しっかり落としましょう。アクシズいけ、よーし、よー、うん、あ、コロちゃんだ。うわ、見つかった。コログの実5つ目。またねー。それずれてない、これずれてない、疑惑の判定じゃない。回収しとくよ、コロちゃん。美味しく食べるから、コロちゃん。さあどうだ、楓半島、何かがあってくれると嬉しいんだが、その隙にコロちゃんがいないか確認。浜辺、この裏手が、んー待て、見過ごせないやつ。こういう時は抜いて抜刀して、はい、ハンマー君の出番だよ。えっ、うわー、琥珀までついてきて、おまけで琥珀岩塩。お、このセット久しぶりに見たな。まだまだあるよ、どんどん行くよ。ワクワク、よし、黄金稼ぎができたぞ。さあどうだ、何かあるか。で、そもそもここって、いや、そう、楓半島のはず。こ、中に何かありそうだよな。コロちゃんとはまた違う異様な匂いが漂って、異様ではないか。カニ、こっちの方歩いてきちゃダメでしょ。どれどれ、ほ、穏やかなところだ。いや、しかし一見祠はないように思えるが、え、ハートの形ではない、円だ。ちょうどそこに手頃な石が、ビッ、どう、あれ、発動しないだと、そんなバカな。え、あ、もう一つ欠けてるや。何、待てよ、そこか、すぐわかるんだから。なんかコソコソコロコロ言ってない、コソコソコロコロ言ってない。耳を澄まして、カモメがカーカーカ、気のせいか。えい、あれ、え、何、3つ目だと。コロちゃん4人ぐらい出てくるんじゃないか、もしかして。バリューパックか。そんなわけはなし。夕暮れは綺麗だな、いつ何時も。えい、よーし、はい、これ、うわ、焦げてるや。うわ、見つかった。コログの実、夕焼けでより焦げて見えるのかな。またねー。え、しょ、やっぱり、おー、出たよ出たよ、はい、ポコって出てくるんでしょ。あれ、岩どこについてる、君、そんなところついても、危ない、付き合い、よーし、はあ、このさ、コブが頭上についてない岩ロックを倒すのは非常に割が、あ、しかし、オパール、トパーズ、夜光石、労力とな、弓矢の本数の消費量を考えるとちょっと割に合わないんだよな。旅団倒す時と一緒なんだよな。割に合わない。旅団には近づくな。
見てください、あそこの頭上12時の方向、夜光石こうこうと光ってます。お、果ての古代研究所も黙々と。待てよ、コロコロ聞こえる、すごいコロコロ聞こえる。ちょっと待ってね、夜光石だけこれ落ちないでね、危ないよ。しっかりしっかり拾って拾って、よし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 、ここも危ない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 。 OK、 さて耳を澄ましてコロコロ聞こえるよ。その無理やり生えてるキノコの頭上にいると見た。どうだ、よー、優しい風車がピヨピヨ回ってるよ。拙者でござる。出たな、ゆるいな。ここまず一つで、くるくるか、ん、下か、ここ二つ、風車、いけいけいけ、三つ、よし、ボヨン、お、さつまいも、さつまいもだな、うわ見つかった、コログの実、7個目、またね、さつまいも食べて、焼き芋食べて、次どこ行こうかな、あれこれ大丈夫かな、余裕ぶっこいてると不時着するんじゃないか、な、祠ありそうじゃないですかこの島と思いきや、肉眼では祠の光は確認できないな、夜だから分かりやすいはずなんですよ。一遍降りてみるか、どれ、ん、黒、ライネルさんじゃん、ちょ怖い怖い怖い、すぐ見つかるし、よっ、もうその奥に宝箱が、ふた、あ、やばい、最後の力を振り絞り、ふー、よーしよしよしよし、安全安全、イカダもありました。お、なんかコロちゃんがいそうな、離れ小島だ、もうすぐ発見した、即発見した、見てください、あの一輪の花、もうすぐ朝日が昇ろうとしています、綺麗ですね、ここですね、よーし、ぽよん、次はどこ、え、こっち、違う、風向きか、どこだ、お、はい、え、ダブル、次3つ目、頂上、これで終わりか、そんな、お、見つけた、そこか、よーし、ピッ、しまった、うわっ、え、ここで最後ではなかった、なにコロちゃん、どこで、どこ前、あれ、またこんなところに咲いてる、これさっき来たこと、お、朝日だ、うわ見つかった、綺麗、コログの実、8つ目、またね、ちょ、ダブルブッキングしてない、もう一匹いるよね、あれ違うのかな、あ、違うっぽい、いやそうっぽい、ちょっと待てよ、それらしき小石を見つけよう、あった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 、同じ島に2匹いるとは、仲良しだな仲良しだな、お前ら、えちらおちら、さて多分ね、焼け焦げたやつが出てくると思う、えい、どうだ、あー違う、パピオンだ、久しぶりに見たな、うわ見つかった、トゲトゲしてない、左下トゲトゲしてる、コログの実、9つ目、ちょっと待って、コロちゃん無双、またね、朝だ、あ宝箱埋まってた、待てよ、これはしっかり引っこ抜けるよな、一回なくした思い出があるからな、はーい、ガツン、どれ、ギンルピ、助かる、億万長者じゃねえリンクくん、何、ちょっと待ってよ、ライネルさんの縁の感知能力やばくないか、こう登ってるだけでさ、ハテナマークが岩の向こうで見えたんだけど、嘘だろ、見てください、万が一の保険のために、利のいい保険のために、蛮族の服着てます、これだったらね、仲間だと思ってくれるはず、僕がライネルだったら絶対に思うもん、誰だってそう思う、僕だってそう思う、ラーク、まずは1つ目、金ルピー、やだちょっと、億万長者、億万長者、なんか庭園みたいなところだな、なんかシマリス君の尻尾が見えたような気がしたな、気のせい、綺麗なところでも祠はないのか、ん、岩の傘だ、岩の屋根だ、の、え、何もせずとも浮いていたんだが、なんだお前、不時着したのか、えい、
一撃だ。サヤエンド。うわ、見つかった。これ10個目じゃない？いやー、インフレしてる、インフレしてる。コロちゃんがインフレしてる。またねー。サヤエンド、またねー。お、もしかして？琥珀だー。どうやって埋まってた、お前。なんだろ、ここ。ん？絶対コロちゃんいる。と、その前に、え？カモフラージュ。バレバレよん。カシワさんがいた。こんなところに？ということは、ホコラチャレンジがあるってこと。やばい。カシワさんの存在が霞む。待てよ。まずは、浮島ね。あれ？もしかして、ここが、ホコラの出現場所ってわけじゃないだ。あ、ある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 。多分ね、弾を埋め込む。お、気さくな音楽が聞こえてきたよ。弾を埋め込むタイプじゃないよな、やっぱり。まずはカッシーワさんの話を伺いたいところだが、うまくたどり着けるかい？ビシャ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 。よし。ん？なんか上昇気流まで吹き上げているが、面白いところだな、ここ。カッシーワさん、もしもし？吹き荒れる風。おや？このような辺境の地で人とお会いするとは。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者の古の歌が伝わっているのですよ。いかがですか？この土地に伝わる古の歌お聞きになりますか？聞かせて。ありがとうございます。それではお聞きください。ご清聴。吹き荒れる風の大地とはここのことでしょうか。王から授かりし翼とは何のことでしょうね。風を束ねて制する者よ、ホコラチャレンジ。岩がある。爆弾で破壊できそうな岩があります。岩で破壊できそうな爆弾はないです。爆弾を装備。四角いやつの方がいいだろう。風を束ねてと、ん？横から、横殴りの風。飛べんのかな。待てよ。まずは岩に爆弾ぶつけてみっか。よーし。えっ、ボン。届かないだと。もうちょっと近寄って、もう直接置いちゃえ。で、避難するには、そっちの、よーし、浮島だ。いけ、ボン。出た、上昇気流だ。乗っかるか。あー、飛び込んじゃった。ともかく岩を破壊しなければならないということか。え、なんかダイヤモンドありそう。夜光石かな。白い白い。カニさんもたくさんいら、うわあ。前代未聞にカニさんがめちゃくちゃいる。いけ、ハンマーくん。よーし、最果てのハンマー。ブッチ。夜光石と慎重に降りて、もう一丁。夜光石かな。みんな夜光石だ。お、あれも岩かな。間違いねえな、岩だな。え、頑張りがになって、よーし、こいつどうする？丸い、いや、四角でも大丈夫か。えっ、どう？うわっ！くっ！あっ！左隣にもいた。魚も跳ねてる。えっ？しかもあれ、コロちゃんじゃない？待て待て、生態系、いけ、豊かすぎ！よーし。ん？ごまだれ？とは言わない。お？剣台だ。よーし。魚久しぶりだな。ここのコロちゃん気になるよな。頭上から飛べばいいか。待てよ。はい。はい。よーし。え、ここにも？いや、そんなことはないか。バラケメだな。ギャラリーフェイクか？いけ！飛んで。これ難しいね。いやー、怪我しないで。どう？岩でもぶん投げんのかな。これもっと難しくねえか。どれ、わっ、惜しい。絶対惜しかったと思う。とするならば、もうちょっと手前、いや、もうちょっと ここら辺でどう。わ、いい塩梅だと思う。うまい。おー、うまい。ジャストミ、うわー、もっと黒い。さつまいもコロちゃん、うわ、見つかった。コログの実11個目。11、またねー。さてと、矢を破壊しなければいけない。この中にね、
岩が眠ってますから。待てよ、ということはだ、はいはいはい、わかったわかった、爆弾はセットできる、投げるでしょ、で風向き、ここら辺でどう、破壊できたんじゃない、そんなこともないか。ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。勇ましい。はい、投げて、どう、え、破壊できたかどうかがわからん。ここ絶対むずいよな。どう、おーおー、いった、これでな、まだ岩あった、こんなところ気づかんぜ。いやね、多分届かない。どうしたもんかな。そこのとんがり岩からぶち落とすか。どれどれ、いいぞ、しずしずと登ってきた。あとはうまいこと設置しなければならない。風向きがね、危ないからね。えっ、よーし、これでどうだ、全部じゃないか、まだん？光った。あとは王より授かりし翼で飛べばいいのだ。ここから飛ぶか。よーし、頭ぶつけないでね。ここよ、乱気流よ。よーし、飛べ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 、どんどん飛べ。まだいける？まだいける？よーし。ごまだれ。風を束ねて制する者よ、コンプリート。さてさて、これは今回祝福かな？シ・ヨタの祠。ん？祝福だ。シーヨタの祝福、シーヨタの祠。さて、宝箱の中身とは何たることやら。頑張り。火炎の体験。あ、久しぶりだな。待てよ、パンパンだったはずだぞ。絶対そうだ。ガーディアン系の武器の見た目はほんといいよな。さて、長老に体力回復してもらおう。これを待ってた。ゴー、ゴマだれ。克服の証。四つ目。よし、溜まった。市から村は土砂降りでも、全然店やってます。全然店やってます、みんなやってます、ヘルメットかぶってます。さてと、4つ溜まったのでハートをどんどん増やしてもらいましょう。今回から2段目に突入するんじゃないか。ハートの器を増やす。では望みの力を与えましょう。ごくり、大きい、なんて大きさだ、でかい。ごまだれー。ハートの器、ビコン。お金溜まってるしな。ネッサの鉢金見てください。これね、ゲルド地方ってなんかちょっと怪しいところあるんすよ。お、この地形なんかイルカみたい、イルカみたいじゃありません？なんか怪しいところあるんすよ。しかしね、暑いの、奥地に行くと、とするならば聞くかどうかはわからんが、全部買っちゃったぜ。わ、ワイルド。三日月に照らされるリンク君の鍛え抜かれた上半身。いつ来たってここはいい村さ。